前回のあらすじ。フィボナッチを利用してトレードに臨む霊夢、意気込みは十分か。最初は 61.8 のところをうまく捉え、ショートで利確。そのままロングで再エントリー。霊夢なら、霊夢だからこそ、このようなめちゃくちゃなトレードもできてしまう。そんな風に思わせる雰囲気。しかし、エントリー直後から、レートはそのまま下落。まだ調整局面は終わっていないかったのだ。そのままズルズルと下落し、15分足水色移動平均線まで後退。含み損はこの時点で150万超え。頃合いと見て、霊夢を代わり追加。15分足水色移動平均線はなんとか死守し、そのまま上昇。しかし、含み損を全て解消するまでには至らず、含み損を抱えたまま、ここで決済。前回は全体としては損失で終わりましたが、今回はどうでしょうか。ゴールドトレード研究所 FX チャンネル奮闘記新章第5話。ほいっと。さて、前回はまさかのお金を減らすという展開だったからな。今回こそはしっかりと買っていきたい。そうだな。じゃないと霊夢大先生じゃなくなってしまうんだぜ。できれば、華麗に、しっかりとトレンドを捉えてトレードしてほしいんだぜ。任せろ。私を誰だと思ってるんだ。はいはい、霊夢大先生ね。そのネタは前もやったから飽きたんだぜ。はい、とか言ってる間にぶち上げきましたね。50万円の利確？どうしたんだぜ。時間効率考えたら、ここで利確してもいいと思うんだが。クック、続行だ。ショーターは青息と息絶命寸前。ここで手を緩めてどうする？おえ、おえ、おえ。必要にショーターを追い回せ。今のカットインは何でしょうか？今のショーターの心理をしっかりと読み解くんだ。この圧倒的な上昇。これはもう逃げられない。弱小トレーダーはここに来ても請願。ただ許しをこうだけ。そうなればあとはたやすい。もう一押し。あとほんの少しで枯れる？ショーターを。激戦のトレーダー。霊夢にはこの相場はたやすい。何せ、反対ポジションを持っているトレーダーの心理を読むことに長けているから、ケチな利確披露機なし。まさにそう言わんばかりの心持ち。まさに盤石。しかし、霊夢は見過ごしていた。ここが魔物が食らう巣窟であるということを。なんか不穏なことをナレーターが言っているんだぜ。ふん、何言ってるんだか。そんな脅し通用するかってんだよ。今私の含み益は60万ほど、圧倒的。熱さ、ここから負けるビジョンないよ。いややっぱりさ、できるだけ自分のお金は右肩上がりで上がっていってほしいわけよ。だから、前回の動画でお金を減らしたのは、結構メンタルに来たね。いつもの私なら、そこで向きになって、少し荒いトレードになるんだが、今回は金額が金額だけに、本当に冷静になることができた。いや、冷静にならなければならなかった。いつもの霊夢だったら、ロットが乱高下するけど、このシリーズが始まってからの霊夢は、比較的ロットを固定してエントリーしているんだぜ。私は急がない。あくまでも安全重視。ここはあえてくくりではなく単利で回す。それこそが最善。次第に安全性が増すという鉄壁の構え。さて、チャート観察しすぎてて疲れてきたし、スマホ持ってお風呂にでも行きますか。含み損か、600万円？いや、これは本当に理由を説明させてほしい。ああ、チャート見続けてたせいで体中バッキバキ。寒い。さて、体も洗ったし、湯船に浸かりますか。はあ、生き返るわ。だって、13時間ぐらいずっとチャート見てましたから。ああ、もう、ダメ。スマホでチャート見て。まだ、大丈夫。っていうことがあったんですよ。ただ居眠りしちゃっただけじゃん。いや、本当に、むしろ、スマホをお風呂場まで持って行って、チャートは観察するくらいの、気持ちありましたから。これが相場に潜む魔物。いや違うわ。でもいますか、半日本当にチャートを見続けた人間が、私のことを批判できるのは、それくらいの時間チャートを見続けたトレーダーだけだ。そして、私はその批判さえも跳ね返す。跳ね返す、どういうことなんだぜ。そのままの意味だ。私はここからでも勝つ。現に勝利への布石は売っている。勝利への布石って、ああ、難品。しかも、倍量。そうだ、もう怒ってしまったものは仕方がない。ここからどう切り抜けるのかを考えるんだ。でもこのタイミングで難品。安値更新したら本当に。破滅。その足音は霊夢のすぐ近くまで迫ってきていた。15分足の下髭、これが合図、もうこれ以上は無理、というショーター側からの合図。そして、やんだ。
ロングの阿炎教官か。ここからは反撃の呪しだ。確かに、1分足は上昇基調だが、この含み損、破滅が目前なんだぜ。ここからの逆転はもう、黄色移動平均線まで何事もなく登り続けるしか。まるでドラゴン、豪雨の中駆け上がる竜を彷彿とさせる。そんな上昇相場、到来する。来たー。これだよこれ。いつもの、フルスロットル入ればなら見ることができなかった光景。一気に含み損解消。あとはこのまま利確するんだぜ。しかし、霊夢、動かない。霊夢、どうして、なんで、どう考えたってここは利確だろう。くっくっ、甘いな。この大幅な下落からの急騰、ショーターから見たら、含み益が一気に減るこの状況。ショーターとしては含み損になる前に一度利確して、利を確保しておきたいところ、となれば早いもの順だ。我先に投資かける、利というゴールへ。そうなればあとはたやすい。狙い撃ちさ、そんな心は。第一、釣り合わないんだよ。私は今破滅の淵にいた。そして私は帰ってきた。だとすれば、次はショーターが破滅へと行く番。これは必然。それでこそこの場は丸く収まるというもの。ひーは、私のことも少しは考えてほしいんだぜ。このままじゃ心臓が持たない。トレーダーたるもの、相場の前では毅然と振る舞え、おたおたするんじゃない。でも現に1分足でダブルトップをつけてきているんだぜ。ふん、そんなことを気にしていたのか。私には、むしろ15分足黄色移動平均線がサポートとして効いてくれそうな気がするんだがな。ピンチの後にはチャンスが待っている。アニメでもお決まりの展開じゃないか。いや、これアニメじゃないから。現実ですから。ああ、12秒霊夢はやっぱり空想と現実の区別がついていないんだぜ。くっくっ、言っていろ。さっきもコードギアスを全話一気にしてしまったからな。道理で、なんか口調が映ってる気がしたんだぜ。コードギアス知らない人はすいません。あと、このチャンネルに多いのは、カイジと、圧倒的に赤城なんだぜ。知らない方にしたら、ハテナが頭の中に埋め尽くされるんだぜ。このチャンネルは女性視聴者さんが多いのに、それは完全にミスだ。いや、5% しかいない女性多いっていうネタは前回やったから。ほら、かなりチャートも形が悪くなってきたんだぜ。問題ない。ここから落ちてきたとしても、安値更新まではないだろう。ないはずだ。ない。よな、めっちゃ不安になっとるやん。いや、いいぞ。盛り返してきた。ここでもう一度高値更新すれば、障害はなくなる。水色移動平均線まで一直線だ。よし、含み損解消。あとは爆益を目指すだけだ。ひえ、本当に霊夢の言った通りになるのぜ。うおうおうおう、燃えろよ燃えろよ、炎よ燃えろ、きたきたきゃー、ごちそうさまー。よっしゃー、気持ちよく収支報告できますね。くぅ、お風呂も気持ちよかったし、味覚も気持ちいい、今日は最高ですね。それじゃあ本日はこの辺で、サラダバー。チャンネル登録よろしくね、サラダバー。